鹿児島中央駅鹿野や間直行バス、鹿野や市、コミュニティバスは、鹿児島県鹿野や市が運行する、コミュニティバスの総称。市街地巡回バス、鹿野やクルリンバスの2路線、鹿児島中央駅鹿野や間直行バスの1路線、廃止路線代替バスの12路線、串しらふれあいバスの6路線の合計21路線から、なる。鹿野やクルリンバスは、当初、 一便ごとの平均利用者数が、西原、ダバ線で4.5人、ことぶき、新川線で3.5人に過ぎず、2007年9月から2008年9月の13、か月間の収益は160万円ほどで、1000万円の経費に遠く及ばなかった。このため、赤字額のうち800万円を、鹿野谷氏が補助している。このような現状を、 地元紙の南九州新聞はコラムで、まるで空気を運んでいるようなものと揶揄した。この後、カノヤ・クルリンバスは、西原地区、ことぶき地区を8の字に結ぶルートに変更された。カノヤ・クルリン、バスコース2009年4月1日から路線が統合された。カノヤは、旧カノヤバスセンター後、両方向の循環で3コースを連続運行している。西回りは、 東回りは、循環方向、コース巡回順序とも、上気逆順。運行形態タルミフェリーに乗船する、直行バス運行経路、停車停留所運行内容使用車両運賃、運行した運賃、運行主体。ありがとうございます。